来週も南岸低気圧が通過し強い雨に注意が必要となりそうですね。はい、今ちょっと冷たい空気入ってるじゃないですか、うん、はい、空気がちょっと入れ替わりそうなんですね、はいはい、天気図の方をちょっと見ていただきたいんですけども、うん、はい、これが今日9時の天気図ですね、この高気圧が冷たい空気をもたらしているんですけども、はい、この高気圧の南東側、東南アジアのところで雲ができてますよね。この東南アジア、ちょっと端っこにこう、タイがあるんですけど、はい、なんか数日前に40度まで上がってるんですね、うん、で、この温度差でできているこの雨雲というのが、はい、このあと、日本近辺にやってきそうなんですね、うん、で、高気圧が東に抜けたあと12日、この辺にあった雲がですね、一気にこう、日本近辺、北の低気圧と、まあ、合体するような形で、まあ、この雨雲を作るという状況になるんですが、うん、かなり発達するんですね、うん、ということで、12日から13日にかけて通過していく低気圧というのは、はい、湿った暖かい空気を伴ってますので、雨を降らせるときにはかなり、強い雨を降らせるという状況になってきそうです、はい、ということで、週間天気を見ていただきますと、12日を中心に雨のところがあるんですけども、はい、この雨は大雨になる可能性があるというふうに思っていただければと思います、うん、特に太平洋側ですね、強く降ることになりそうです。そうですね、12日は北陸や東北地方などでも雨のアイコンということで、はい、広範囲で雨が降りそうです。雨量のまとまりにも今後注意をしてください。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからもご確認いただけます。